まずはこれから今の自分のままで現実を変えるならこれをしよう人生がうまくいく人には成功体験の記憶がたくさんありうまくいかない人には失敗の記憶がたくさんありますうまくいかない人がうまくいくようにするには成功体験を増やすことですがそれは日々の意識の向け方を工夫するだけで圧倒的に増えます実はうまくいく人とうまくいかない人では日常に起こっていることに大差はありませんうまくいく人は些細なことですごい 奇跡と解釈して成功体験に仕立て上げますが、うまくいかない人はたまたま誰でもできると解釈し、成功体験にしていないだけです。だからこそ毎晩できたこと、良かったことを思い出してあげてください。せっかく起こったことをスルーしないで記憶する。それだけで成功体験が増え、少しずつうまくいくようになっていきます。